いい習慣を身につけるにはここから始める潜在意識は議論することができませんですからあなたが間違った暗示を与えるとそれを間に受けて状態体験事件という形で実現させ始めるのですあなたの身に今まで起こったことは全て 信念によってあなたが潜在意識に刻み込んだ考えが元になっています。もしあなたがすでに間違った観念を自分の潜在意識に送り込んでしまっているならば、それを克服する確実な方法は、建設的で調和的な考えを何回も繰り返すことです。そうすると、 あなたの潜在意識はその繰り返された建設的調和的な考えを受け入れて新しい健全な考え方と生活習慣を形成してくれるのですというのはあなたの潜在意識は習慣の座であるからですあなたの意識的な心が習慣的に考えることは 潜在意識に深い私を作りますもしあなたの習慣的な考えが調和的、平和的、建設的であればこのことはあなたにとってとても有利であることになります。もしあなたがいつも恐怖や心配など破壊的な考えに 陥っているならばそれを治す方法はあなたの潜在意識の万能を認め自由と幸福と完全なる健康を念ずることですそうするとあなたの潜在意識は創造的でありあなたの心的根源と同一ですから あなたが心から念ずる自由と平和を作り出すことに取りかかるのです。